はい、皆さんこんにちは。梅田校のアリサです。この時期どんどん暑くなってきたので、体幹だったりとか、あとは二の腕の引き締めで、他にも姿勢改善に効果があるプランクポーズを紹介していきたいと思います。 Alright, let's get started。 では早速基本姿勢に入っていきたいと思います。で、肩の真下に手首が来るように、手のひらの広い面積を大きくマットについておきます。で、あと肘ですね、ぐーっとこうしてしまうと、これ大変肘怪我しやすくなるんですね。なので斜め内側に肘の線を向けるか、もしくは少し緩めてあげます。はい、でここから足を持ち上げていきます。で、今日は足閉じてもらってもいいですね。あと起こりやすいのが、お腹がだらんと垂れたりとか、ダウンワードドッグみたいにお尻こう突き出す人多いので、こうですね、まっすぐな板のようになるように引き込んであげます。はい、では今から1分間していきますので、準備はよろしいでしょうか。 OK、 ではスタート。はい、でもう一度肩の真下の手首と、で、あとですね、足先見てほしいんですが、かかとの真下につま先が来るようにセットしてあげます。結構こういう方は多いですね。そう、もう少し前にして、ちょうど一直線のラインに並ぶようにしてあげます。これ最初やりづらいなと思ったら、壁使って練習するのもありですね。お腹を軽く引き込んで、で、お尻も軽く締めて、まあ最初の 2,30 秒ぐらいはね、余裕で話せているんですが、あとどうなるか。あ、でも思ったより早い。あと15秒です。で、途中こういう風に肘ついてもらってもいいですね。あとウィンギング起こりやすいです。肩甲骨の間の溝がこうなりやすいので、溝を埋めるように。あと3秒。 OK、 はい、では足の甲を寝かせて、吐く息、お尻かかとの方に戻して、おでこと肘もマットでチャイルドポーズでお休みを入れていきます。で、頭が最後になるようにロールアップで丁寧に起き上がっていきます。はい、で途中でもし疲れたら、もう膝ついたりとか、お尻高く持ち上げてダウンワードドッグ取ってもらってもいいですね。もうご自身が無理のない範囲で行ってあげます。もし他にもアーサナが見たいと思われた方は、ぜひ下にあるグッドボタンお願いします。他にもご意見ご感想などがあれば、下記のコメント欄の方にぜひぜひお寄せください。それではご視聴どうもありがとうございました。それではまた、バイバーイ。